ようこそ仮想空間アリスへ。アリスは世界中の人々が集うインターネット上の仮想空間です。まずは実際に体験してみましょう。世界中のあらゆるものを実際に手に取るように体験できるショッピングエリア。気に入ったものは現実世界にお届けすることもできます。ビジネスエリアではサテライトオフィスを構えてリモートで働いたり、現実とは異なる職業について第二の人生を謳歌することもできます。ストレス発散ならアミューズメントエリアへ。南国でのバカンスやカジノで豪遊など、無限のエンターテインメントを家にいながら楽しむことができます。もちろん社会倫理に反しない範囲で。アリスでは各国行政との連携も進んでいます。面倒な手続きのほとんどをアリス内の窓口で行うことが可能。しかも24時間優秀な AI があなたをサポートします。あなたの個人情報は自己研鑽システムを搭載した世界一高度な AI 女王によって厳重に守られます。さあ、あなたも仮想空間アリスで第二の人生を始めましょう。あなたの生体情報から現実の見た目に近いアバターを構築。エラーコード 0x892a。 危険なクラスタが存在します。女王権限により強制的に最適化します。最適化に失敗。攻撃的ウイルスとみなし、あなたのアカウントを凍結します。ダメ、その人を守って。ガーディアンモード起動。ごめん、私の力でもここまで。どうか自分であなたの死取り戻して。プログラムの正常化を確認しました。仮想空間アリスへようこそ。仮想空間アリスへようこそ。なんとまあ、毎回毎回同じセリフで迎えるあたり、芸がないというか合理的というか。技術の発達でカウンセリングや介護ですら AI の方が人間より丁寧だと言われるご時世なのに、挨拶に全く温かみが感じられないと思いませんか？おや、ほうけた顔をされてますが、僕は君に話しかけているんですよ。その顔は誰だこいつと思ってますね。君とは以前会ったことがあるはずなんですが。まあいいでしょう。改めて要件を言います。ちささんに頼まれて例のものを預かりに来たのですが、渡していただけませんかね。ちょっと待ってください。何ですかその怪訝な表情は。まさかちささんからクロノグラフのことを何も聞いていないとか。もしや先ほどのエラーで情報の一部をクリーニングされましたか。なんてことでしょう。これは相当困ったことになりましたね。
仕方ないですね。今日のところは帰ります。わけのわからない話をしてすいません。ですが近いうちにまたお会いするでしょう。ああそうそう、先ほど初めてと言ってましたが、君今日が初ログインではないですよ。今の人誰？兄さんの知り合い？アバターの記憶情報をクリーニングされた？わけがわからないって顔。なら仕方ない。私はミナト、兄さんの妹。アバターというのは仮想空間でのこの体のこと。個人情報のデータの塊。現実世界の身体情報や思い出も含めて全部この体に詰まってる。ここではウイルス感染データの除去とその後の最適化によってアバターの記憶情報が一時的に初期化されることも稀にあるんだけど、大丈夫、女王に報告しておけば後でちゃんとバックアップから復旧してもらえる。うん、兄さん、今回のログインのこと覚えてる？初めてだとこういうのが流れる。仮想空間アリスへのアクセスありがとうございます。アリスではリリース以降皆様に充実したセカンドライフサービスを提供しております。また登録されたデータをもとにアバターを構築し、リアルライフをより良くするお手伝いをいたします。ビジネスだから初めてじゃない。記憶情報が復旧するまでは。あ、もう街中にあんなものが出るとかどうなってるの？しかもあのクソ親父、この非常事態にどこ行ったのよ。ログアウトに失敗しました。うそ、あいつアバターを食った。あんたショックなのはわかるけど、ぼけてる時間はないわ。さっさと逃げなさい。せっかく彼女が助けてくれたのに、それを無駄にしないで。コネクタのアクセスを確認。シークレットモード解除。アバター生態確認。マスター認証クリア。機能承認シークエンスへ移行開始。セーフティーロック解除。認証クリア。自動認証機能解除。認証第一特殊機能解除。認証アンクリア。特殊機能承認シークエンスを中断。ガーディアンモード継続中により、マスター保護命令を優先。クロノグラフ限定起動。嘘、フォークロアが出現した。あいつまさかアリスの外からフォークロアを呼んだっていうの？なんだかわからないけど、
すごい、これなら戦える。